クリーベルヘルマン・カール・テオドール・クリーベルは、ドイツの軍人、政治家、外交官。アドルフ・ヒトラーの古い同志で、ミュンヘン一機の首謀者の一人である。バイエルン王国軍少将、カール・クリーベルの息子として、プファルツ地方ゲルマースハイムに生まれる。弟・カールは後に、ドイツ国防軍で、不評代償になった。 ノイウルムとミュウンヘンの国民学校で学んだ後、王立ギムナジウムやメッツの学校を経て、1888年にバイエルン士官学校に入学した。ついでミュンヘン大学で歴史学の勉強を始めたが、軍人への道を選び、バイエルン陸軍士官学校に転じ、1894年にバイエルン第一国王不評連隊に入園した。 1896年に少尉に昇進。1900年にドイツ帝国海軍に移籍し、大通海兵大隊に配属される。直後に義和団の乱鎮圧のため清市に派遣され、1901年まで駐留した。1901年にバイエルン第一不評連隊に復帰。1904年から1907年まで。 バイエルン軍事大学で学び、1906年に表した論文、19世紀前半の歴史的経験に鑑みた内乱への対処についてで高い評価を受けた。1908年から1910年までバイエルン王国参謀本部に勤務。1910年から1912年までドイツ帝国参謀本部に転属した。1912年に バイエルン王国第22不評連隊で中隊長。1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると中隊を率いてフランスに侵攻した。1915年から1916年はバイエルン第8交尾不評師団で主席参謀を務め、1916年から翌年にかけてはバイエルン第 XV 交尾軍団参謀となった。 ついでエリッヒ、ルーデンドルフ参謀次長の陸軍最高司令部で参謀となり、バートクロイツナッハの大本営に勤務した。1917年10月から1918年2月まで軍事部長を務め、ルーデンドルフが保守、右派政治家を利用して、いかにして軍部による政治支配を確立するのかを目の当たりにした。1918年11月に、 コンピエニュ休戦協定が成立すると、ドイツ側休戦委員の一員として、少佐のクリーベルは参謀次長代理及びバイエルン代表を務め、1919年7月のベルサイユ条約締結まで在任した。連合国側代表に向かって、20年後にまた会おう。と言い放ったと言われ、ナチスドイツ時代にはその言葉がよく引用された。 1920年に異岸退官し、1921年に退役中佐の称号を得た。1919年以後、ミュンヘンでーテ共和国法会後に設立されたバイエルン民兵団の活動に関与するようになる。民兵団から反ボリシェビキ的義勇軍が成立する。1919年10月より、バイエルン民兵団協会の参謀長となり、 1920年3月のバイエルン州首相ヨハネス・ホフマンの辞任に関与した。1920年3月にはエッシャリッヒ団参謀長になるが、1922年にゲオルクエッシャリッヒと決別し、民兵組織を通じてアドルフ・ヒトラーと接触を持つようになった。ヒトラーとの仲介役であるエルンストレームの主導により、1923年2月に、 祖国戦闘団協会が設立され、クリーベルはその軍事組織の指導者となった。義勇兵組織に政治性を持たせたいヒトラーは、クリーベル率いる軍事組織の扱いに苦慮した。レーム率いる突撃隊やクリーベルの義勇軍、そして軍部への影響力を失うことを恐れた。一方バイエルン州首相を追ゲンフォンクニリングは、左派同様、 クリーベル率いる右派軍事組織を危険視するようになり、1922年に制定された共和国防護法をバイエルンにも適用することを決定した。以後クリーベルはクーデターを起こしてベルリンに進軍することを主張するようになる。ヒトラーらが計画した左派による命令集会打倒が軍部の反対で取りやめになるとクリーベルは ヒトラーの優柔不断を批判し、行動を要求した。クリーベルは10月に、バイエルンの北部宗教を守る、要動員令を発し、内戦に備えた。これは、表向き駐輪元州のアウグスト・フレイリッヒ率いる、左派政権に対するものだったが、事実上バイエルン州内の政敵に対する圧力で、あった。1923年9月、 民兵団からドイツ闘争連盟が組織され、クリーベルが軍事指導者となった。ヒトラーはその政治指導者に就任した。クリーベルはヒトラー、ルーデンドルフらと共にミュンヘン一期を計画し、最後の会議はクリーベルの自宅で行われた。11月9日、一期はミュンヘン市内のフェルトヘルンハレに向かい更新を開始した。 政治独裁を目指すヒトラーと違い、クリーベルやルーデンドルフらは反共、反社会主義の。クリーベルにとってヒトラーは宣伝役に過ぎなかったのである。しかし一機は失敗し、ルーデンドルフやヒトラーは逮捕された。クリーベルは逃亡したが、1924年1月に自首した。 裁判を終えたルーデンドルフ、ヒトラー、クリーベルラ1924年2月の裁判で、クリーベルラは国家反逆罪で起訴され、4月の判決では、ルーデンドルフはかつての選考に免じて、無罪ザキトラーや、クリーベルラは懲役5年の軽い判決が下され、ランツベルク刑務所に収容された。クリーベルは1924年5月の国会議会選挙に、 ナチ党が禁止された後に結成された国家社会主義自由運動から出馬して当選したが、極中のため議員になることはできなかった。クリーベルやヒトラーに対してはすぐに恩赦が検討され、10月に釈放されることになったが、ヒトラーが母国オーストリアへの国外追放を拒否したため12月に延期になった。釈放後のクリーベルは、ヒトラーの要請によりナチ党帰還し、 フェルキッシャー・ベオバハターの軍事面を担当していたが、1926年に、荘園管理人として、ケルンテン州に陰性した。しかしその地でも、義勇軍活動に関わっていた。1929年、クリーベルは、参謀本部時代の旧地であるマックスバウアー大佐の代理として、中国に赴き、中毒合作の一環として、 小介石の中国国民党政府の軍事、経済、政治顧問に就任した。バウアーが同年5月に休止すると、クリーベルはその公認に就任した。しかし小介石との対立や在中国の民間人顧問との対立、そしてドイツ国通商省,省との対立が原因で、翌年5月には解任された。中国側にとっては、 クリーベルは自国の権益ばかり主張して外交的行動に欠けており、ドイツ人民間顧問にすれば、クリーベルはその経歴は好ましいものではなく、最初から就任に反対であった。クリーベルの公認にはやはり参謀本部当時の旧知であるゲオルク・ベッツェルが就任した。しかしクリーベルは、 軍事顧問の一員として1933年まで中国に泊まった。王政主義者であるクリーベルはナチスから距離を置いていたが、その勢力慎長を目の当たりにして1930年1月にナチスに入党した。ナチス政権樹立後の1933年12月には、その入党時期が1928年に訴求され、 さらに1938年にはすでに1922年11月に入党していたというふうに修正された。これは右翼運動の子さであるクリーベルが当初からナチスを支持していたように見せかけるための書き換え行為だった。突撃隊中将になったクリーベルは突撃隊連絡官としてドイツ外務省で働くことになった。1934年4月。 ヒトラーの特別な指示により、中上海総領事館の第一党総領事に任命された。その任務は中国に住むドイツ市民の法的、文化的、学術的問題への対応であった。ヒトラーの古い戦友という権威を利用して、クリーベルは現地の党内抗争を終結させることに成功した。また、ヒトラーの旧友という評判を利用して、中国政府からある、 ドイツ人顧問が解雇された際はヒトラーに直接連絡して中国側に抗議している。一方外務省や国民啓蒙、宣伝省はクリーベルの中国に対する高い評価を信頼していなかった。ヨーゼフ・ゲッベルス宣伝省はクリーベルは私に東アジアの話をした。彼は売れなく中国にかけている。随分と長い間だが、それは 全く間違っていると記している。このため、クリーベルとの対立が生まれた。ヒトラーの副官だったフリッツ・ビー・デマンによると、上海から帰国したクリーベルは、ヒトラー総統は二人を銃殺するべきだ。それは、リップとゲッペルスだ。この二人が我々の外交をいかに損なっているかは、言うまでもないと公言していたという。この当時、 訪問者に対しては失望と倦怠をあらわにしていたという。ヒトラーに対しても期待しなくなり、1937年10月に休職扱いとなり、ドイツに帰国した。これは明らかに、当時のドイツによる日本寄りの外交に対し、クリーベルが何度も反対する手紙をヒトラーに送りつけた結果であった。 その後のクリーベルの仕事ぶりは明らかではない。クリーベルは将来に不安を持ちながらも大使職を希望していた。しかしヒトラーはクリーベルを許さなかった。クリーベルは私にチーブルガリア大使などへの任命を望んでいるようだが、そのような住職にもはや彼がつくことはないと副官ビーデマンの前で発言している。 一年以上の対面の後、1939年1月にクリーベルは復職し、4月に外務省人事部長に任命されたが、それは政治的影響力のないポストだった。クリーベルはその死去までこの職にあった。1938年4月の大ドイツ帝国議会選挙において、クリーベルは相当指名リストに乗り、議員に当選した。 第二次世界大戦中の1940年9月に65歳の誕生日を祝して大佐の称号を、翌年1月には大使の称号を送られた。それから4週間後にミュンヘンで死去し、ヒトラー、ヘルマン・ゲーリング、ゲッペルス、ルドルフ・ヘスラが参列した宣伝省主催の葬儀の後、オーバー・バイエルンのニーダー・アシャウに埋葬された。 ヒトラーと共に一年間獄中にあった人物にしては小さすぎるキャリアだったと歴史家エルヴィン・ビッカーとは表している。クリーベルの息子ライナーは軍人となり一時ラインハルトゲーレンの率いる東方外国軍家に勤務した。第二次世界大戦後はその経験を生かしてアメリカ軍の情報機関に勤務した。その後父と同様に 軍事顧問として1950年代にシリアに赴きイスラエルとの戦争ができるようシリア軍を訓練した。後に西ドイツの駐在部官としてカイロに赴任した。ありがとうございます。